最後の使徒は消えた。だがシンジは苦悩する。そしてミサとアスカも心を吐露する。人々に救いを求めながら、これも終局の一つの形であることを認めながら。次回、終わる世界。最後の使徒は消えた。だがシンジは苦悩する。そしてミサとアスカも心を吐露する。人々に救いを求めながら、これも終局の一つの形であることを認めながら。次回、終わる世界。最後の使徒は消えた。だがシンジは苦悩する。そしてミサとアスカも心を吐露する。人々に救いを求めながら、これも終局の一つの形であることを認めながら。次回、終わる世界。